皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長のダンゾーです。こんにちは。本日は2024年8月10日土曜日、ここ札幌のアウトドアショップ FLHQ には早くも2024年アークテリクスの秋冬シーズンの新商品が入荷してまいりました。そして秋冬シーズンのスタートとなります。まだまだ北海道札幌も暑い日が続きますが、もうすぐ秋を迎えます。まあ本州はまた残暑ね、9月10月と暑いかもしれませんが、もうすぐ気がついたら来月には紅葉、そして初雪と。今回8月10日11、12と3連休、どうぞこの FLHQ に品物を見に遊びにおいでください。この週末何かお買い得品で提案できるもの、それは8月25日札幌マラソンが開催されます。ここ36号線の向こう側、豊平川という川が流れていまして、その河川敷をランナーが走ってるんですね。8月25日だとあと約2週間、皆さん自己研鑽、イベント行事に参加する楽しみでございます。そこで FLHQ としてランナーに履いていただきたい勝負パンツ、こちらでございますよ。 UK ブランドのOMM オリジナルマウンテンマラソンアドベンチャーレース、もう1986年ぐらいからもうそういうアドベンチャーレースの製品を開発してるんです。そこのランパン、ネーミングは OMM スピードショート、こちらなんと重量 80g のウルトラライトなランニングパンツ、お値段は7370円、税込みの今回 20% オフで5896円、とっておきの勝負パンツ。まあどちらにしてもサイズは S サイズが2点 M サイズが3点となっています。よろしかったらフィッティングルームもありますので、ベースレイヤーを履いてでしたらフィッティングも可能では。そのスピードショーツ詳細を紹介します。今私はボトムにクレッタルムーセンのアンサーショーツ、オーガニックコットンのショーツを履いているんですが、その下に、はい、OMM のランパンですよ。このカッティングが良くて足の動きがいいんですね。あのベースのパンツも入ってますから確認してみましょう。どうぞご確認ください。サイド、はい、ね、ショートパンツのヒップ側とフロント側は深い切れ込みで重なり合っている。これが足の動きが素晴らしくいいんですね。ふんわりと軽い 80g、
内側にははいベースレイヤーのパンツが内蔵されている。素材はナイロン 84% にスパンデックスが 16%。 スパンデックスとはポリウレタンのことなんですが、ナイロン、ポリエステルよりもこう丈夫なナイロンシェルなんですよ。いいですね、この薄さと丈夫さ。そしてこの内側には、ね、セキュリティポケットも付いてるんですよ。ウエストはエラスティックのゴムバンド。今私が履いているスピードショーツ、サイズは S サイズです。S サイズでこういう感じですね。いかがですか？ぜひランナーの方に履いていただきたいランニングの勝負パンツ、 OMM スピードショーツ、今回とっておきのスピードショーツ 20% オフでご提供します。これすべて特別店頭セールのお値段です。アークテリクスの新作、それととっておきのクリアランスご用意しています。そしてこちらも大変おすすめの、私も普段着用しています、ティラクポートニックのナイトシャツ、ね、ナイトは騎士ですからね、騎士の着るシャツです。いいですね。販売価格24,200円、スペシャルオファー 20% オフの19,360円、税込み2万円を切ったお値段でご提供いたします。カラーはブロンズ、ブラウン、そしてブラック、そしてカーキ、サイズは XS のみでございます。身長174センチ、体重65キロで胸囲100、ウエスト80で、XS サイズを着てこういう感じですね。いかがですか？あ、ブラックもいいですね。ね。とっておきのシャツをとっておきのお値段でご提供。8月3日4日に札幌で開催されましたアウトドアイベント、エンターゾーンアウトドア2024年、通称エゾのイベントで FLHQ として出展しました折に、特別にニーモの廃盤モデルの寝袋カユ30を税込み2枚、メンズとウィメンズサイズのご用意があと3点ずつはあります。こちらがメンズモデルね、カユ30、こんな感じですね。ちょっと入ってみます。メンズは身長183センチまで、私の身長でも十分、アメリカンサイズのメンズサイズ、内側にもジッパーあるんでね、このように温度調節もサイドのジッパーで、ここですね。可能。メンズと女性モデルのジッパーによるドッキングも可能。どうですか？この横幅の大きさもいいんですよ。ね、
800フィルパワーで、使用適正温度は1度です。まあ、夏をメインにした春、夏、秋の3シーズンの日本の山岳地帯において安全適正に使えるダウンシュラフでございます。ね、これ2万円です。ただ3セットだけですからね。昨日配信しましたアークテイクスの入荷情報、今回はクラックベータ AR ジャケット、シェルも揃いました。あとバックパックですね、ストックも十分にあります。そしてあ、これですね、グランビル16のルーン、これも入荷しています。で、B2 キャップ、パルスキャップもいいですね。いかがだったでしょうか皆様。どうぞこの3連休札幌のアウトドアショップ FLHQ に遊びに来てね。どうぞ最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。